こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、一家一葉、理事ただなるのみです。理とは一切の背後にある平等普遍の真理、それに対して事とは差別相を伴って現れている森羅万象のことです。すなわちこの国は春が来れば花が咲き、花が散れば葉が生じるという 日常の営みは太古より変わらぬ普遍の真理の現れであることが示されています。それでは今から一家一葉理事ただなるのみを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。